金色のガッシュベル魔界のブックマーク続きからプレイしていきましょう。前回はティオがね、間違えたね。行くわよティオ。ティオが仲間になりました。でサイズも覚えましたね。行くぞガッシュ。まあガッシュで行きましょうか。別にどうこうあるわけでもないと思うので、でどこに行けばいいんだい。こっちかな。こっちに走っていったんだよね確か。あの偽めぐみちゃんは。ほい。OK。よし。来てる来てる。おい。こうやってあれだね、殴らせといてザケルを貯めるっていうのがいいのかな一番。ザケル。まあやらなくてもいいんだろうけどね。でもそっちの方が早いからね。どうだ、これでザケル、ラシェルドはまだ覚えてないのか。不便だな。行くわよティオ。行くぞガス。よし。ザケル。いいね。まとめて片付けるのが。よし、OK。レベル上がった。レベル上がったら変えとくか。同じぐらいでね、まとめときたいよね。で、再生じゃなくて選手類にしとく？前再生した気もするんだけどね。な、なになに？びっくりした。あの部屋に入ったぞ。ちょっと待って。あそこは確か行き止まりよ。まあ、部屋って大抵そうだよね。隙間だ！あら、ちょっと待って待って。モゲって書いてある。ポルゴレ。ポルゴレめっちゃ顔広がってんぞ、あれ。あら？ああ、痛い痛い。さ、偽物さん、観念なさい。あんた、ただの偽物じゃないな。めぐみさん、あいつは俺のところに来たやつと同じで、人間じゃないんだ。え、そうなの？人間じゃないんだってすごいよな。そうだと思ったわ。めぐみ、ええ、サイス、キャッ。爆裂したけど。え、あ、なに？人間じゃないって聞いてたでしょ？そんな、あれか、重い感じで言うやつでもない気もするんだけどな。めぐみの水着写真集だわ。え？どうした？清丸。すごい。すごいじゃねえ。清丸くん、ちょ、もう本を開くんじゃない。え、いや、俺はそんな、やましいことなんて何も。これこれ、この水着よ。そうだよ、間違いないわ。は、はい？清丸、何を驚いているおるのだ。な、なんでもないぞガッシュ。はっ。めぐみさん、この水着さっきの。ええ、私の偽物が着ていたものと同じよ。しおりか。これは昨日の戦いで手に入れたものとよく似ている。清丸、何なのそれ。うん、それはブックマークと呼ばれるものです。誰だ？え？コスプレかまた。どうも、はじめまして。私は、ココメロと言います。ちなみに、ブックマークはしおりとも呼びます。はい。魔物か。ガッシュ、めぐみさん、ティオ。うぬ。めぐみ。はい。あ、待ってください。私は戦いに来たのではありません。あなた方に、この戦いを止めてもらいたいと。お願いに上がりました。お願いって？清丸くん、何か訳がありそうよ。飲み込み早いな。うぬ、話だけでも聞いてみようぞ清丸。ああ、戦う気はないみたいだし。よし、じゃあココメロって言ったな。あ、はい。訳を話してみてくれ。ありがとうございます。
あなた方が置かれている状況について私の知る限りのことをお話しします。あなた方を襲ったモンスターは緑のやつ見たことないぞ俺。ビブリオという魔物によって作られた本のモンスターと呼ばれるものです。本のモンスター？はい、ビブリオは生き物を漫画にしたり漫画や写真集のような本から生き物を生み出す力を持っているのです。楽しそうだね。じゃあギャルミという漫画のキャラとか私の偽物っていうのも全部本から生み出された生き物なのね。そうです。ビブリオはその術の力で王になるための戦いをしていますが、その力の矛先は魔物の子たちだけではなく関係のない人間たちにも向けられています。関係のない人間ってことは本の持ち主じゃない人間ってことか。なぜだ。はい、ビブリオは魔界の王になるための確実な手段として人間の持つ力を悪用しようとしています。その力とは心の力です。心の力ってあれだよね、本の力になってるやつだよね。本の持ち主じゃないとダメなんじゃん。ビブリオは人間を漫画にすることでその人が持っている知識や経験を心の力に変える方法を見つけたのです。自分の力にするためってことだ。なんだって、人間を漫画の方に。そうです。そのためにこの私が作られました。え、作られた。お主は魔界から来た魔物の子ではないのか。私はビブリオの力によって本から生み出された本のモンスターです。じゃあなんで反旗を振り返してんの。じゃあ私たちを襲ったモンスターと同じ。はい、でも私は戦うためのモンスターではありません。私の能力は、清村さん、あなたが持つそのしおりを作ることが私の持っている能力です。そしてその能力で作られた心のしおりと呼ばれるものこそ人の心を吸い取り自分の力として使うための悪魔のしおりなのです。私は人の心の力を奪うための道具として作られました。他にも本のモンスターを強くするためのしおりや魔法の力を強力にするしおり。あー、これであれか、なんか装備みたいなのできるってことかな。こいつに頼めば数えきれないほどのしおりを作らされました。でもそれも全てはビブリオって言いづらいよね、の野望のため。ビブリオの野望は人を苦しめます。私はビブリオに作られたモンスターですが、私を書いた本の作者は人間です。だから生みの親である人間を苦しめるなんて私にはとても耐えられません。だからビブリオの元を逃げ出してきました。そしてビブリオを倒してくれる人を探しました。清村さんたちのような強い人たちを。そうだったの。ココメロン、一つ聞かせてくれ。漫画の本にされてしまった人間は一体どうなってしまうんだ。まさか。大丈夫です。漫画になった人たちは別に死んでしまったわけではありません。その人の漫画の本のカバーを取れば元の姿に戻ります。もちろんビブリオの本を燃やせば術の効力も消えるはずです。そっちの方が手っ取り早そうだね。なるほどな。あともう一つ、漫画の本にされた人はどれぐらいいるんだ。すみません、詳しい人数はわからないんですが、漫画の本がたくさんあったので結構な数の人たちが漫画にされてしまったかと。つまり、あ、突っ飛ばしちゃった。世界中の人間たちが漫画の本になっちまうわけか。はっ。ん？こんなひどいことをする清丸くんは未来を呪われちゃいなさい。たくさんの本に囲まれてね。みたいな。ああ、あれそういうことか。たくさんの本。そんな話。誰が信用するとでも思ってんの？いや、お前以外全員信用しようとしてるよ。お人よしだから。ティオ。だってそうじゃない。この子が自分で言ってたでしょ？ビブリオに作られたモンスターだって。それってこの子自体が敵の術そのものってことじゃない。確かにそうだが、本のモンスターは存在して、実際に俺たちはそいつらの攻撃を受けた。ココメロの言ったことが嘘だと言うなら、それはそれで構わないことさ。だがもし本当なら、
今こうしている間にも、魔物の戦いに無関係な人たちが、その戦いの道具として、漫画の本にされているかもしれないのね。ああ、俺はそんな人たちを放ってはおけないし、そんなことをする魔物を野放しにしておくわけにはいかないんだ。清丸がそう言うなら、私も信じるわよ。そうね。私もだ。ココメロとやら安心するがよい。私たちがその魔物の野望を止めてみせる。決して、そやつの好きにはさせないと約束する。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。術がこうやって感情を持つの面白いね。あ、でもいたか、いたな、なんか。そういうの。そうだ、なあ、ココメロ。この処理なんだが、どうすればいいんだ？それは清丸さんたちがお持ちください。本に挟んで使えば、それなりには、清丸さんたちのお役に立つと思います。ほう。で、どうやって使えばいいんだ？本に挟め言うてるやろ。メニューとか言うな。しおりという項目はあったかと思いますが、はい。そういえば、あったかもしれないな。どこ見てんだ、それ。メニュー画面か？それを選択すれば、しおり画面が開きます。そこでは今持っているしおりを確認できます。また、しおりを使ったり装備することができます。しおりの装備については、ステータス画面でも装備が可能です。なるほど。それから、情報という項目の中に、しおり図鑑というものがありまして、しおり図鑑の中には、手に入れたしおりに関する情報が見れます。ただし、その情報は、しおりを鑑定して、鑑定ね。初めて手に入れたしおりは、それが何のしおりかわかりません。ですので、それを私が鑑定するわけです。どうすれば鑑定してもらえるんだ？エリアマップの画面で、セレクトボタンを押してもらえば、私を呼ぶことができます。そのために、このしおりを、清丸さんに差し上げます。呼び出しのしおり。エリアマップ。エリアマップってあれか、外のやつか。それは、呼び出しのしおりといって、それを持っていれば私を呼ぶことができます。ずっと一緒にいればいいんじゃないの？今や私も追われる立場ですので、敵がいそうな場所での使用を避けてください。そういった場所では、呼び出しに応じれない場合があります。わかった。私を呼び出してもらえれば、先ほど言いましたしおりの鑑定や、しおりの合成、しおりの交換が可能です。合成。そうだよね。それできるっていうのがびっくりなんだけど。はい。詳しい説明は省きます。省くなや。私を呼び出した時にいろいろ試してください。ああ、わかったよ。このしおり、結構役に立ちそうだな。そうね。あと、しおりをどう使うかは、清丸くんの意思に任せるわ。清丸、頼んだわよ。清丸に任せるのだ。責任を押し付けようとしないかい？ああ。ああじゃないよ。それでは皆さんよろしくお願いします。ビブリオが人を漫画にするのも、すべては魔界の王になるためです。つまりあなた方がビブリオを倒すまでは、この戦いに終わりはありません。勝手にすごい巻き込まれた感じがあるな。ああ、わかってる。俺たちが必ずビブリオを倒して、漫画にされた人たちを助け出してみせる。うぬ。はい、信じています。それではお気をつけて。おお、消えた。じゃあ呼んでみるか。足りない。もっともっと本を集めなければ。ガッシュが新たな攻撃アクションを覚えました。何それ。暗闇でやってると怖いな。はい、ありがとうございました。私は皆さんのように戦う力はありません。だからこのような戦いの合間を利用して、少しでも皆さんのお役に立てそうな情報や、しおりの活用方法などをお伝えすることで、お力になりたいと思います。早速ですが、清丸さん。今、2枚のしおりをお持ちですよね。それは、武のしおりと白紙のしおりです。それらのしおりは、そのまま装備していても何の効果もないのですが、合成をすることによって、強力なしおりを作り出すことができます。いろいろな組み合わせで合成にチャレンジして、どんどんしおりを強化していきましょう。あ、それから、しおりが、のように、未鑑定の状態だと、合成には使えません。ですので忘れずに鑑定をしましょう。それでは皆さん頑張ってください。なんか、それでは皆さん行ってらっしゃいみたいな。セーブしとこうか、じゃあ。セーブしたのだ。ありがとうなのだ。
あ、ちょっと待って、ここで。しおりの鑑定。あれ？これはあれか、うん。合成する？じゃあ。白紙のしおりってどれだ？ないぞ。まあいいか。まあいいや。本からモンスターを作る魔物か。いけバルカン。お前悠長だな。今までの戦いから言えることは、気をつけろバルカン。ビブリオという魔物と戦うためにも呪いたいなのだ。奴の作ったモンスターを倒して空気ミサイル発射。しかしどれぐらいいるんだ。ビブオン。その本のモンスターたちはドバン。敵全滅。よくやったぞバルカン。ご褒美のエネルギーだ。ブチン。わーい、嬉しいのだ。よしバルカン、次の相手は清盛だ。怖えよなこの顔。やかましい。の現れたぞバルカン。お前な、いつまた敵が襲ってくるかわからないんだぞ。しかも敵と直接戦えるならまだいいが、相手はどこにいるかわからないんだ。どう戦えばいいか、こっちが真剣に悩んでるのに能天気に遊んでんじゃねえ。それなら清盛も一緒に遊ぶのだ。遊べば悩みも吹き飛ぶのだ。だったら一人で遊べ。遊ぶなら公園行け。びっくりした。高見ねくん、遊びましょう。水野、スズメ。あ、なんだか二人とも楽しそう。あかはお、水野、いいところに来てくれた。ガシを連れてどっかに遊びに。どうしてわかったの？私が二人を誘ってパルコフォルゴレの、あ、次キャンチョメなんだ仲間。来日コンサート、それは本当かスズメ。今度は私も行けるのか？もちろんよ。めぐみちゃんのコンサートの時はチケットが2枚しかなかったんだけど、今度はちゃんと3枚あるから3人で行けるわよ。すごいな。すごい小さなところをぐるぐる回ってるな。よかったな、ガッシュ。水野と2人で行ってこい。高峰くんは？俺はいいよ。前に家で見てるから。でもテレビで見るのとコンサートでは違うよね。わかるよ。迫力は違うよ。いや、そういう意味じゃなくて。ああ、そうだな。目の前にいたもんな。それに迫力も全然あったし。頼むから、二人で行ってくれ。そんな。せっかくのチケットが3枚当たったのに。私、高峰くんと一緒に行くの、楽しみにしてたのに。そうだぞ、清盛。もったいないではないか。俺、コンサートに行く約束なんて、してないぞ。勝手に撮ってるんだもんね。流れてんな。すごいな、全然ボイス入ってないのにこれだけ入ってんぞ。あ、もげもげもげなかったな。高見君、高見君、早く早く。清盛、何をグズグズしておるのだ。コンサートは始まっておるのだぞ。くそ。そのさ、魔法を構えた状態でやんのやめろや。さ、早く帰りましょう。妙に静かだな。そうだな、人が全然いないね。ガラガラなんですけど、映画館かよ。だ、誰もいない。まさか終わっちゃったの？え、まさか時間を間違えたんじゃ。清盛、清盛がグズグズするから、コンサートが終わってしまったではないか。そんな、俺のせい？私、係の人に聞いてくる。清盛のせいで。荒ぶってんだ。コンサートが終わってしまったのだ。ん？キャンチョメ。あ、清盛にガッシュ。キャンチョメ？うわー、清盛。おい、キャンチョメ。コンサート終わってないよな。な？
それどころじゃないよ。実は全員本にされたか。めっちゃいるぞ。え、すごい豪華だね。やばいな、めっちゃ面白いなこの光景。おや、気がつけば私がこんなにたくさん。キャー、モルグレ様、あんなにたくさん、しびれる。オルゴレさ、ボイスつきすぎじゃない？これじゃどれが本物かわからないじゃないか。さあみんな私についておいで。キャラはあれだけどすげえいい男だよね。実際キャラっていうか歌だね。歌があれだけど、僕も一緒に行こうとしたんだけど、どのオルゴレについていっていいかわからなくて、ポルゴレにはいつも知らない人についていっちゃダメだって言われてたから。たくさんのポルゴレ？キモロ、そのポルゴレというのは、ああ、本のモンスターだ。おそらくコンサートに来ていた観客を漫画の本にするつもりなんだ。え、漫画の本って？キャッチメン、そのポルゴレと観客はどっちの方へ行った？うん、こっちだよ。全員一緒の方に行ったんだが、そこについていけばよかったんじゃないか？ダメなのか？え、なんかよどんでるよ。あ、ポルゴレ、キャンチョメ、ダメじゃないか。ちゃんと私についてこないとまたはぐれてしまうだろう。さ、私の本を渡しておくれ。ザケル、そうだな、本物であったとしても別にザケル使ってもいいもんな。ポルゴレ、何するんだよ。清丸、よく見てみろキャンチョメ。あ、ポルゴレがいない。あれ、これはポルゴレのパンフレットだ。さっきのフォルゴレはそのパンフレットから作られた本のモンスターだったんだよ。そうか、パンフレットから作られたらかなりの数できるよな。じゃあ僕は見たたくさんのフォルゴレも、うん、それも本のモンスターなのだ。でも偽物と本物の区別なんてできないよ。それに今だって、だから全員ザケルぶっ放せばいいんでしょ。どうするんだよ。大丈夫だよ、本物なら無敵のはずだろ。だから情け無用だ。キャンチョメ、清丸を信じるのだ。うん、そうだね。そうじゃないと思うよ。ポルゴレは無敵なんだ。そうだとも、キャンチョメ。悪い顔してんな。とは言うものの、これがめぐみさんでなくて本当によかった。そうだな、めぐみさんドワーって並んでたら何もできないよな。急、遺跡なんだけど。はい、ということで今回この辺で切っときましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。